カオル英語わかんの？いやまあちょっとならわかるで。単調語しかわかるやろ。まあ僕はほとんど試合には絡んでないんですけど、まあでもそのオリンピックっていう舞台に立てたことはものすごい嬉しかったですし、まあ本当に一丸となって、チーム一丸となってていい経験ができたっていうのはありますね。まあメダルを取りたかったっていうのは、気持ち的にありますけど、まあでも本当に刺激にもなったんでいい経験にはなりました。まあ、僕は怪我をしてたんで、まあ、なかなか試合に絡めず、まあ、最後の試合はゴール決められましたけど、まあ、すごく悔しい大会でしたし、まあ、メダルを取るチャンスがあった中で、まあ、すごく悔しくて、まあ、でも自分の足りなさは分かる大会だったんで、まあ、よりベルギーでの、ベルギーで頑張ろうという気持ちにもなった大会でした。でもあれですよね、カール君、うん、最後のメキシコ戦途中出場して大無双してましたもんね。してねえよお前。いや俺もあの時ベンチ外で見てて、ベンチ外の人みんな言ってました。マジ？あ、無双してるよって、生き生きしてるよって言ってました。やっとコンディションね整ってきたからね。最後あの時すごかったっすね。次俺、それまあ自分はまあいろんな人が重なって、まあ、そのオリンピックが始まるほんの数ヶ月前に初めてアンダーの代表選んでもらって、そこからまあ最初はバックアップだったけど、いろんなこう規定が変わったりして、いろんなタイミング重なってこうまあオリンピックにこう出れ一人なので、うん、まあそういったことで、うん、普段からこういろいろ準備とかっていうのはすごい改めて大事な大会だったのと、まあ、一番フォワードで試合で、まあ、点を取れなかったっていう事実はしっかり残った大会なので、まあ、自分もすごい悔しい大会だったし、あとまあ手ぶらで日本にメダルなしで帰ってきたっていうのもすごい事実としてたので、まあそういった思いも含めてこうベルギーで自分も頑張ろうっていう気持ちになった大会でした。素晴らしい素晴らしい。長く喋ってたよ、すげえよ。俺が多分この中じゃ一番食事とかまあ先輩なんで、ベルギーリーグは。いやでも俺はもうすぐ1年ですけど、俺来た時コロナでレストランやってなかったから、この半年、夏終わってから半年でレストランとかやってて、やっとなんかベルギーで生活してるんですけど、まあご飯もとこ探して行ったりとかして、そういうとこ楽しいかなとは思いますね。なんか入ってきていやでも信徒なんてもう日本人だらけだからさ。いやそう、入りやすいけどさ、逆になんか一定の距離も保ちやすいよな、外国人と。なんかあ、それはあるかもしれないです。固まっちゃうから。そうね。でも、それがいいとこでもあるよ。なんか、本当にね、日本人同士でずっと固まっちゃうみたいな、あんま良くないから、やっぱり。そうだよね。ここはみんな気にかけてるから、うん、なんかあんまり固まりすぎんようにじゃないけど。やってるんだ、やっぱ。そうそうそう。テーブルとかもできるだけちょっとこう、うんうんうん、いいね。ミックスになるように、いろんな。だから、でもやっぱその何、日本人だけで話すんじゃなくて、結構そのこっちの選手とかとも積極的にみんな話行ったりして、だからこっちの選手とかとも結構みんな仲良くはなってるから。うん、俺どうやって喋んの、うん、英語で喋んの、ね、みんなと。いや俺ほぼ喋ってないで。
え？英語も喋る。英語でたまに喋るけど、基本そんな喋らんよ。最初の頃だけちょっと頑張ったけど、もう。もともと静かやもんな、カオルな、ちょっと。そんな。自分からガツガツいかないですよね、カオル君、絶対。いかない、いかない。疲れるもん。すごいよ。すごいよ、それは知ってるよ。すごいよって、そんな行き過ぎよ、俺。正直。いいね。でも、あの、カオル君とか、それで結構チームメイトと仲良くなったし、できないよね。できない。いや、もう、ピッチ内で解決した。うわ、かっこいいなぁ。でも、コミュニケーション取る。どれだけ。ピッチ外はもう。いいよね。すっげぇ。そんな話すこと出てこんの？もう。あ、ね、確かに、俺らも一人でいないからわかんないですよね。その、一人だったら、その、すげえ、うわ、もう話すのめんどくせえってなるかもしれない。まあ、あと、日本、神道は日本人の選手が歴代にずっといたから、日本人な、てる選手が多い。それはあるかもしれない、本当に。スタッフだね。だから普通に日本語めっちゃ上手い選手とかおるし。うん、マジ？普通に、うっす、ういっすとか言ってる。それは面白い。そう、いい選手もいる。日本の文化をリスペクトしてる人も結構多いし、やっぱり。そう。だから結構、俺らは入りやすかったっす。最高じゃん。俺はこんにちはっていう人一人ぐらいいるだけぐらいよ。これちょっとあれっすね。モリーの。はい。すごい。なんか、ベルギーリーグと、うん、J リーグの違いはどこですかっていう話らしいです。いやー、もうなんか、速さでしょ。試合の。それは本当思いますよね。キーパー取ってからめっちゃ速いもんね。めちゃくちゃ相手の陣地まで行くの速いですもんね。そうそう。何なんだろうね。日本ってほんと下からちゃんとつないでつないでつないで、あんまり嫌にみたいな感じですもんね。ボールをさ、大事にする文化強いよね、日本。そうっすよね。本当にそれあると思うんです。地味に行ったらないよな。ないないない。なんか、だから日本で結構早い段階で縦にパンって入れて奪われたら、ああ、言われてないけど、こっちっていいね。普通にターンってもう、そのタイミング、そんな早いタイミングで入れるのみたいなのでも全然 OKOK みたいになるじゃないですか。それで切り替えてなんぼみたいなとこある。なんかそことか本当にその縦の速さとか全然違いますよね。うん、全然違う。あと俺めちゃくちゃ思うのが、めちゃくちゃスペースあると思うんですけど。めちゃくちゃあるな。何なのこれ。日本って結構そのガッてなって狭いスペースになるじゃないですか。そうそうそう。こっちってすごいオープンな感じで、あの、一人がプレス行っても、その次のやつが来てないとかがあったりして。抜かれたらもうそっから崩れてくる。そうっすよね。だからもう本当に1対1の場面とかは、もう本当に1対1だなみたいなとか結構多いっすもんね。多いね。言ったら、分かりやすいかな。分かりやすいのは分かりやすいかなと思いますけどね。あとフィジカルも強いしね、やっぱり。強いね。うん。そこはやっぱ日本とは違うっすよね。全然違うね。もし、あの、試合に出るってことになって、まあ、カオル君とマッチアップすることになったら、前、J リーグで、ダゾーン中で、カオル君、三笘カオル VS 岡田大輝みたいので対談したんですよ。よかったな。あの、その試合になったら、結構大々的にそのやってもらったんですけど、その試合になったら、俺とカオル君両方ともベンチで。ベンチ外で。ベンチ外で、全然その、対戦、マッチアップすることもなかったので、まあ今回それがやっとちょっと願いが叶うみたいな感じなので、ちょっとそこで、僕自身負けられないので、まあまずはチームとして、しっかり、前回も負けてるんで、勝てればいいかなと思います。頑張ります。まあ、橋がしっかりカオルを止めて、止めるんですよ。止めます。なので、自分はしっかりのゴール決めて勝てるように、うん、はい、頑張りたいと思います。頑張りましょう。本当に、ね、勝ちましょうね。橋本。橋本じゃないね。岡田ない。
失笑だよ。失笑。新トトロイで今、結構日本人いるんで、ちょっと試合中に、あの、談笑するかもしれないですけど。まあ、橋岡くんの縦突破を止めれるように。止める方なんだ。止める方なんですね、ガール君が。今、守備だからね、俺も。嘘でしょ。中行くよ、中行くよって言いながら。ああ、そういうことね。縦行こう。いいか。で最終ラインからね、橋岡を止めてから前で抜きに行くっていうのもやっていきたいと思います。まあ、勝てれば何でもいいかなっていう。いや、余裕が違うよ、俺らと。余裕が。余裕でいい。そうだね、橋本が。試合中談笑してさ、あの、油断させようぜ。カルくん、油断させよう。多分無視される。カルくん、カルくん。無視するのやめてくださいね。いや、無視する。俺絶対無視する。無視するの？うん、するする。最悪やん。うるせえよって言うたら。頑張りましょう。頑張りましょう。12月4日、日本時間 AM 4時45分、シントトロイデン対ユニオン。ダゾンで見てください。